観光船カズワンは事故から7日目の今日、消息を絶ったカシュニの滝の沖の海底でようやく発見されました。事故当日、港で船を見送った運航会社の元従業員があの日の様子を語りました。何もこれからそんなによくできないことは起こるとは思ってない。普通の笑ったりした感じだよ。観光船カズワンの出航直前の様子を語るのは、運航会社知床遊覧船の元従業員です。今はもう会社には所属していませんが、23日に唯一運航を始めたカズワンの客の案内を手伝っていました。船上でプロポーズを計画する若いカップルをはじめ、乗客の表情を今も鮮明に覚えています。カップルも知ってるし、若いカップル抱かれて泡入ってきたから、トラップで、あ、ちっちゃい子もいるんだな、その時にいたんだ。ちっちゃい子はね、3歳の子はね。3歳の子供とは、両親と観光船に乗った加藤七菜子ちゃんと見られます。カズワンが異変を伝える最初の無線は、23日午後1時過ぎ、事務所で休憩中に飛び込んできました。無線入って、なんか浸水してるって来たんだって。30度ほど傾いてて、お客さんは全部2階に上げてるっていうのが来てから、無線の方はないんじゃないかな。そしてカズワンとの交信は途絶えました。どうするって話になって、で海保に電話したの。無線入って、あ、なんか沈没しかかってるぞって時に、さあ行くかって言って2人で行ったけど、行ったけど海見たら、あ、こんなの行けないわって、また戻ったんですよ。この時海は3メートルの高波、9メートルの風も吹いていて、助ける術はありませんでした。元従業員は出航する前の日から豊田則幸船長に対し、出航を取りやめるよう話したといいます。豊田さんに声かけてるの、これから助ける、昼から助けるからなって。船長判断なんだけど、未熟だったのね。同業者の兄さんにダメだぞって言ったんだ。本人もたくさんいろいろあることあって、もう頭に入ってなかったかもしれないと思うんだよね。またこの元従業員は、事故が起きた23日以前から壊れた無線のアンテナを修理するよう何度も進言しました。なんかあるものがあってみたって、下に落ちてたから、白いのがね、何回も言ったから、アンテナ折れてるぞって。無線つながらないからなって言った時に、トイレに2、3日前に行った時、携帯でもいいって言われたんだよな、なんて言ったんだ。元従業員は連日地元の船に乗り込み、捜索に加わっています。お客さん連れてって、お客さんの顔も知ってるし、子供にライフジャケット着せたのも私なんです。